強いやつを探してぶちのめすためにこの森に来た。え？この森で一番強いやつは誰だ？アライグマちゃん。おお。そう。お前か。いや、その誰がなんて言ったって一番なんだよ。ガー！アライグマいないの。ゴワー！余計なこと言うじゃねえ。確かに強そうだ。じゃあ相手をしてもらおうか。さあどうした早くやろうぜ。俺は一番なんかじゃない。それ本当か。じゃあ一番は誰だ。この森で一番強いのは俺は。この森で一番食いしん坊と言われた男。何がバロン何しやがれ親父。おう、これどういうことで。親父、耳貸せ。いいから早く。なんだよ。で、俺が一番。え、違うの、私一番なんかじゃないの。じゃあ誰だ。え、一番は誰だと聞いてるんだい。お前がヒグマの大将か。こいつは確かに強そうだ。ゴンゾ、ちょいと揉んでやんな。すごく凝ってるね。お前が揉まれてどうする。待たせたな。待ったぜよ。この俺をどうするつもりぜよ。こいつのようにしてやるつもりさ。おめえにこの俺を倒せるかな。ほう、大した自信だな。だがな、俺と戦った後で、そんな口が聞けるかな。やってみればすぐにわかることぜよ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。こいつを見てビビらない奴に久しぶりに会ったぜ。やるなら早くしろぜよ。俺はいつでもいいぜよ。じゃ、早速やるか。後ろでうろちょろするんじゃねえ。待たせたな。かなり待ったぜよ。さあ、勝負しようぜ、一番さんよ。一番。おう、お前がこの森で一番強いんだろ。確かに俺は一番だったぜよ。あいつが来るまではな。あいつ？そいつの名は。はじめに聞いておくが、まさか俺が一番じゃないと言うんじゃないだろうな。そうだ。俺は一番じゃない。じゃあどこのどいつが一番なんだよ！ニコニコニコ。こいつのどこが一番なんだよ。こいつじゃない、こいつの親父が一番なんだ。おいクズリ。なに。お前の親父はどこにいるんだ。終わってからでいい。うん。ニコ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 。で、お前の親父ってのは。ニコニコ。え、お前の親父。ニクニクニク。いい加減にしろ。というわけで私がクズリのお父さんです。
本当にあれが一番強いんだな。そうだ。なんだ。何、任せろ。そうか、あんなチビ俺が出るまでもないか。じゃお前がやってみな。うわあ、行け、ゴンゾ。泳げねえくせに出しゃばるんじゃねえ。おーい、泳げないなら向こうに橋があるから渡ってくるといい。たちを疲れさせると、お前なかなかの策略家だな。いやいや、そんなことないよ。いや、お前は策略家だ。じゃあその石の裏を見てみればいい。そんなことないよ。てめえ、人をじゃくんのもいい加減にしろ。お前そんな生き方してみんなに嫌われてんじゃねえのか。いやいや、そんなことないよ。嘘だと思うなら、あそこの石を見てみるといい。結構好かれているよ。遊びは終わりだ。いいだろ、かかってきなさい。やればわかる。覚悟しな。一撃で蹴りをつけてやる。そりゃどうかな。何？もし私が避けたらどうする？な、危なかったぜ。お前なかなかやるな。どういたしまして。今何があったの？なんだか知らないけど、すごい戦いみたい。さあ、どうするつもりかな。だったらこれなら。どうだ、ゴンゾ。これが俺たちの必殺技、カシラ台風。おお、俺がお前に避けられるか。これは、もらった。に負けたんじゃない、お前の策略に負けたんだ。じゃあそういうことにしておこう。行くぞ、ゴンゾ。じゃあ私も帰るとするか。アラちゃん、アライグマちゃんのカズリちゃんのお父さんを倒した。え、じゃあ森で一番は。うわうわ、柱台風。
や噂話や